料理を注文するとき、私のカタカナタイ語では通じないことが多いです。ผัดเปรี้ยวหวานยัวหวานหมึกผัดผักรวมเม็ดไก่ข้าวผัดไก่ผัดมาม่าไก่ผัดขิงหมูผัดซีอิ๊วไก่日本の家庭料理としてみんなが作ってるイカの甘酢炒めです。ผัดเปรี้ยวหวานยัวหวานหมึกが何と言おうと、これは日本の肉野菜炒めです。マイ容器を持参してテイクアウトです。日本で自分で作るチャーハンは大体こんな感じです。タイ料理の量は少なかったりしますが、この食堂の量は私には十分です。いろいろ具を入れてインスタント麺の焼きそばを作りましたみたいな感じです。豚肉の生姜焼きではありません。豚肉の生姜炒めです。うどんは麺が命という人にはおすすめできません。もちもち麺の焼きうどんです。熱いうかい。ここグランマーズハウス食堂の Google マップは概要欄にあります。ご視聴ありがとうございました。